立証責任の分配。家具商 X は、用品雑貨商 Y に対し、商品陳列用のケースの代金として10万円を訴求したところ、Y は次のような答弁をした。1、Y は、そのようなショーケースを注文した覚えがない。誰かが注文したかは知れないが、品物は受け取っていない。は、代金10万円は確か支払い済みである。2、たとえ支払い済みでないとしても、代金サインはすでに時効にかかっている。で、これに対する再答弁として、X はいちいち次のように反駁した。E、なるほど注文したのは Y 自身でなかったが、その使用人である阻害 A が Y に代わって来店注文した。ろ、出来上がった注文品は、早速届けたところ、Y は全く司祭な口実で、その受領を拒んだので、X はやむなくこれを持ち帰ったが、今では保管場所にさえ困っている。は、その10万円というのは、実は別口の債務に対する支払いとして受け取ったものである。2. Y は本件債務につき1年前に猶予を求めたことがある。以上、いないし2の各事項について XY のいずれが立証責任を負うか。論点1、立証責任の概念とその作用。2、立証責任の配分とその基本原則。3、立証責任の意義、ことに立証責任との関係。で、本文では、家具商 X が、用品雑貨商 Y に対する商品陳列用のケースの金10万の代金請求をしているので、X としてはこのケースにつき Y よりの注文に基づいて製造販売契約を締結してこれを Y に配達したことを主張し、かつ立証しなければならない。この点については、本文の回答する前提として明らかにしておく必要があり、訴訟実践的には当初に問題となるものであって、請求原因事実として X が立証責任を負う事実である。で、本文では Y は請求の認諾も自白もしていないのであるから、XY はそれぞれどの範囲において立証責任を負担するかという問題が起こるのである。すなわち、本文では、Y は防御方法として、いろは2のような答弁をしており、X はこれに対する再答弁として、一つ一ついろは2のように反駁しているのである。で、実際上は、X も Y も、敗訴を免れるために、事故に有利な事実の立証に大いに努力する必要があるし、一方が一応有力な証拠を出せば、相手方もそれを覆す負担を負うようになるけれども、それはあくまでも具体的訴訟における巨匠の現実的な必要ないしは、具体的な裁判官の心証形成という事実の問題である。で、本文では、それと切り離して、訴訟の最終段階に至って、なお判断に必要な事実が
不明に終わった場合に、法律上、抽象的、客観的に、どちらの当事者に不利益に加定されるかという当事者一方の不利益または危険、すなわち適用すべき法上の公正の推論による客観的な結果責任の検知、いわゆる客観的挙証責任から立証責任の所在を決しなければならない。立証責任とは、一定の事実の真偽につき、訴訟に現れたすべての訴訟資料によってもなおかつ、裁判所が信証を得ることができない場合に、不利な判断を受けるように定められている当事者の一方の危険または不利益を言う。で、もとより、裁判所は、訴訟において法の許容する一切の方法を用いて事実の真偽を明らかにしようと努力するけれども、人間の認識能力にも、また訴訟で実際に利用できる手段にも、自ら限度があるので、判決をするのに必要な事実の真偽が不明である場合の生ずるのはやむを得ないことである。しかしそのために、裁判所は裁判を拒むことができないから、不明の事実は当事者のいずれかに不利益に加定して判決するほかはない。で、立証責任は裁判所が判断を下すにあたって必要な事実の真偽が不明であってもなおかつ法上を適用して紛争を解決することを可能にするために欠くべからざるものである。で、判決をするために確定することを必要とする事実の真偽について当事者のいずれが立証責任を負うかを立証責任の分配という。これは最終的にはいかなる法規を適用して法律効果の成否を判断すべきかという問題であるから、一定の権利の発生変更消滅を定めている法規の構成要件事実について客観的に定められる。立法者は法上の構成を規定するにあたり、立証責任を分配する理念としては、主として両当事者に対して訴訟上平等に取り扱うべき公平の要求を基軸として、さらに事物自然の蓋然性、法上に持った立法の目的の達成、およびその権利の主張を容易ならしめるなどの政策的考慮をも加味しているのである。しかし立証責任の分配を明示している実定法は稀なので、一般的な方法としては、問題になる法上相互間の関係から適用の順序、法上の要件の定め方などを検討して、簡潔に推論すべきものである。で、これは法律要件分類説の立場である。で、立証責任の分配は、事実の性質によって定まるものではない。同じ性質の事実でも、例えば過失の有無なども、民法709条、一般の不法行為による損害賠償と718条、動物の加害による損害賠償では、立証責任を負担するものが異なるのである。法律要件分類説によれば、立証責任の分配は次の通りである。当事者は、事故に有利な法律効果の発生を定める法上、すなわち、権利根拠規定の要件事実について立証責任を負う。権利障害規定の要件事実、すなわち権利の発生の障害事由は、権利を争う当事者に立証責任がある。また、権利償却規定の要件事実、すなわち一旦発生した権利の消滅事由は、権利を争う当事者が立証責任を負う。右の場合、その法律効果の発生を障害する事由を定める法上の要件事実は、それを主張する権利者が立証責任を負担する。立証責任の分配の原則は、これらを基準にして、請求原因事実、抗弁事実、再抗弁事実の区別、さらに、本証と反証の区別などを行うものであるから、訴訟法上極めて重要な意義を持つものである。請求原因事実は、原告が訴訟上の請求を基礎づけるために、主張責任及び立証責任を負う事実である。
で、抗弁事実は、原告の請求を理由なからしめるために、被告が主張責任及び立証責任を負う事実である。で、抗弁は、権利障害規定または権利焼却規定の要件事実を主張するわけである。で、再抗弁は、被告の抗弁を理由なからしめるために、原告がその反対規定の要件事実を主張、立証するものである。で、例えば、消滅事故の主張に対する事故中断事由がこれに当たる。で、否認は原告が主張責任、立証責任を負う事実を否定することである。で、これにより原告に立証の必要性を説明することになるが、被告がもし原告の右の主張事実を認めれば自白になり、証拠を要しないでその事実が認められる。で、本証は立証責任を負う当事者がその事実を証明するために提出する証拠方法であり、反証とは立証責任を負わない方の当事者が相手方の立証責任を負う事実を否定する目的で提出する証拠方法である。で、本証は要証事実について裁判官をして確信を抱かせる必要があるのに対して、反証は反対の事実について確信を抱かせる程度のものである必要はなく、単に本証について裁判所が抱いた確信を妨げまたは動揺させる程度で足りる。なぜならば、その程度で言うに、要証事実の真偽が不明であるということになり、立証責任を負う当事者が不利益な判断を受けることになるからである。さて、本文では、イ、Y はそのようなショーケースを注文した覚えがない、と答弁した。X の請求原因事実を Y が否認したものであるから、X は Y の注文により、右のショーケースを製造販売したことにつき、立証責任を負う。Y の否認により、原告 X にその主張事実につき、巨匠の必要を生じせしめる。ロー、Y は誰かが注文したかは知れないが、品物は受け取っていない、と答弁した。Y の前半の主張は、不知の陳述で争ったものと推定されるから、原告 X は、請求原因事実の一環として、Y 側、Y 本人またはその代理人もしくはその死者より注文を受け取ったことにつき、立証責任を負う。Y の後半の主張は X の請求原因事実の否認である。したがって X はその商品を Y 方に配達したことにつき、立証責任を負う。は、Y は代金10万円は確か支払い済みであると答弁した。弁済は一旦発生した代金債権の消滅事由であるから、代金債権を争う Y が立証責任を負う。なお、イ、ロとハは、Y の家庭的主張の形で主張されている。代金支払い済みという主張は契約の成立を認めることになるから、仮に契約が成立しているとしても、その代金は支払い済みであると主張しているわけである。に、Y はたとえ支払い済みでないとしても、代金債務はすでに時効にかかっていると答弁した。にはハに対し、家庭的抗弁の形になっている。消滅事項完成の事実は Y の抗弁事実であり、Y において立証責任を負担する。次にこれに対する X の再答弁を検討しよう。X はなるほど注文したのは Y 自身ではなかったが、その使用人である阻害 A が Y に代わって来店注文したと反駁した。で、これは X の請求を理由づける請求原因事実を形成する注文に関するものであるから、X は Y の使用人である阻害 A が Y の代理人または死者として来店注文した事実を立証すべき責任を負う。ロ、X は出来上がった注文品は早速届けたところ、Y は全く司祭な口実でその受領を拒んだので、X はやむなくこれを持ち帰ったが、今では保管場所にさえ困っていると反駁している。で、注文の趣旨に従って製造した品物を Y に届けたこと、および Y の受領拒否実にあったことを Y の責任に帰すべき受領地帯は、X の請求を理由づける事実であるから、
X に立証責任がある。M 氏 Y がその品物が注文の趣旨に反し、契約の目的を達し得ないものであることを理由として、受領を拒絶するという主張をするのであれば、Y の公弁事実として Y に立証責任がある。はあ、X はその10万円というのは、実は別口の債務に対する支払いとして受け取ったものであると反駁している。X は Y に対し、すでに弁済期の到来した数個の債権を有するのであるが、その返済の督促をするにあたり、数個の債権につき同時に弁済の請求をしたか、またはそのうちの1個につき請求したかについて争いがあるときは、主張者においてそれを立証する責任がある。X は本件のショーケース代金債権以外の別口の債権について弁済の請求をなし、右の債権についての支払いとして金10万円を受け取ったことを主張することに帰着するから、これについて X に立証責任がある。2. Y は本件債務につき1年前に猶予を求めたことがあると X は反駁している。債務の支払い猶予を求めたことは、前提としてその債務の現存していることを承認したものであり、時効の中断事由である。で、これは結局、X が本件の代金債権を主張するものであり、X の再抗弁として、X に立証責任がある。当事者は、事故に有利な事実を主張しない限り、事故に有利な裁判を獲得できないという不利益を受ける。で、これを主張責任といい、弁論主義に特有のものである。で、弁論主義の下では、結局は、訴訟の審理の最終段階において、使用事実が弁論に現れない結果、不利な判断が下される側の当事者の危険または不利益として客観的な主張責任、結果責任が認められる以上、その論理的に先行するものとして、敗訴の不利益を避けるために主張すべき負担としての主観的な主張責任、行為責任が認められる。これに対して立証責任にも、結果責任としての客観的立証責任と、行為責任としての主観的立証責任が関連されうる。職権探知主義の下では、主張責任及び主観的立証責任を入れる余地はないが、客観的立証責任の関連は認められる。で、最終的には事実の真偽不明の可能性がある以上、客観的立証責任は職権探知主義の支配する領域、例えば人事訴訟においても必要である。したがって、客観的立証責任は弁論主義にのみ特有のものではない。弁論主義の下では、使用事実は当事者の弁論に現れたものに限って判決の基礎として取ることができるのであり、証拠調べも当事者の提出した証拠方法についてだけ行われるから、不完全な当事者の訴訟追考により事実の不明確を生じる可能性は、職権探知主義の支配する領域よりもはるかに多く、したがって弁論主義の下では、立証責任の原則の持つ意義は一層大きい。しかし、職権探知主義の下で、職権で証拠調べをするにも限度があるから、やはり事実の不明を生ずる可能性はあるわけで、結局客観的立証責任の力を借りないと、裁判は不可能になるわけである。で、弁論主義の下では、その特色として立証責任の観念のほかに、それとは別個独立の観念として主張責任が認められるのであり、主張責任の観念は立証責任に対し論理的に先行する関係にある。